はい、こんにちは。今日は後楽園さんに来ております。というのもですね、今後楽園さんの方で新たにちょっとキャンペーンをやっておりまして、味に勝つキャンペーン2というイベントを行っております。で、こちらのイベントはですね、ツイッターの方から、募集をしているんですけれども、人気メニュー10品、無料でいただける権利を、もらえるそうです。味に勝つキャンペーンとは、後楽園さんの人気メニュー10品を無料で食べられるチャンス、みんなの味の感想で勝つを入れてもらおうというキャンペーン。応募は概要欄の公式ツイッターからとキャンペーンツイートをリツイート。で、今回ですね、そのキャンペーンに、際してお声掛けをいただきまして、本日は人気メニュー10品をいただきたいと思います。で、せっかくですね、イベントでお呼びいただきましたので、まあ勝手ながらラスカルの人気メニュートップ3をランキング付けさせていただきたいと思いますので、最後までお楽しみいただければと思います。
はい、ごちそうさまでした。10品が食べ終わりまして、じゃあ早速ですね、ランキングの方を発表させていただきたいと思います。まあ、ちょっとずるいんですけれども、シングル定食とダブル定食の同率3位ということでお願いします。この定食なんですけど、まずシングルの方だと、まあ、500円ってワンコインで販売しておりまして、でももちろん餃子の好きな方、まあ、老若男女問わずいらっしゃると思うんですけれども、まあ、シングルからダブルと100円しか変わらない金額で、まあ、もちろん小食の方から、まあ、大食いの方からと満足できるような定食の内容になっておりまして、まあ、味も含めてもう満点だらけのメニューだったと思います。悩ましいんですけれども、醤油だれ冷やし中華が2位とさせていただきたいと思います。まあ、もちろんこれからね、夏迎えますんで、冷やし中華の季節ですし、豊富なトッピングはかなり魅力的でしたので、まあ、2位の方にさせていただきました。流行る第1位のメニューは中華そばとさせていただきたいと思います。こちらの中華そばですね、まあ、ラーメン好きな方いろいろいらっしゃると思うんですけれども、本当に昔ながらなんですけど、ちゃんとスープも美味しいし、麺も美味しいし、まあ、具材なんかトッピングなんかも豊富ですし、デフォの中華そばが一番僕は好きなんですけれども、お客さんによっていろいろトッピングも選びますんで、まあ、お子さんからお父さんお母さんまで、まあ、全員が楽しめる幅広いメニューとなっております。ぜひ後楽園さんにいらっしゃった際には中華そばですね、あとお腹に余裕があればシングル定食も食べてみてください。ということで、以上ラスカルからお届けいたしました。一応僕以外にもですね、このキャンペーンの方、他の YouTuber さんもやっておりますので、まあ、そちらの動画の方概要欄に貼っておきます。ぜひお時間ある方はそちらの方もご覧ください。以上ラスカルでした。じゃねー。